胡漢民は、新末民初の政治家。中国同盟会以来の革命派人士で、中国国民党の長老。蒋介石と権力闘争を繰り広げたことでも知られる。旧名は、広千和天堂。地方管理の家庭に生まれる。21歳で巨人となった。1902年に、後高志久志、中英賢らと日本に留学し、公文学院師範科で学ぶ。しかし、後が日本政府と清国公使により、日本から追い返される事件が発生し、後は怒って、退学、帰国した。帰国後は、ジャーナリスト、教師として活動する。1904年に再び、日本へ留学し、法政大学法制促成科で学んだ。翌1905年秋、孫文が中国革命同盟会を成立させると、胡漢民は、両中外と共に、これに加入している。11月に創刊された、同盟会機関紙、民報では、胡は、論客として歩行派との論戦に活躍した。1907年春、孫が日本から国外追放されると、胡もこれに同行し、両校起義に加担している。起義失敗後、胡は南洋で資金収集に活動し、1909年10月、香港で成立した同盟会南方支部で支部長に任ぜられた。1911年10月、武昌起義が勃発する。胡漢民は広東の革命派蜂起を指導して、11月9日に、広東の独立を宣布し、都督に推戴された。翌1912年1月、南京臨時政府が成立すると、臨時大総統孫文を補佐する大総統秘書長に任ぜられる。袁世凱が孫から譲られて、臨時大総統となった後の4月、胡は、広東に戻り都督専任となった。8月、宋教仁が同盟会をもとに、国民党を結成すると、胡は、広東支部長となる。1913年3月、宋教仁が、袁世凱の刺客に暗殺されると、胡漢民は反発の姿勢をとったが、6月には、広東都督から罷免されてしまう。そのため、胡は、第二革命に大きな関与をなすこともできず、これに失敗した孫と共に、日本へ亡命した。翌1914年7月、東京で中華革命党が成立すると、胡は同党政治部長に任ぜられている。1916年4月、密かに帰国し、陳そのちゅらの反袁活動に組みした。1917年9月、孫文が護法運動を開始し、広州で護法軍政府が成立すると、胡漢民は交通部長に任命された。しかし、翌年5月に、護法軍政府が7総裁の集団指導制に、改組され、陳春賢が、主席総裁として孫から実権を奪う。孫や胡は怒って、上海に去った。1919年8月、胡は、孫文の指示で、雑誌、建設を創刊し、54運動や新文化運動を、支持する文章を発表している。1921年5月、孫が非常大総統となると、胡は総参議に任ぜられた。1924年1月、中国国民党が結成されると、胡漢民は中央執行委員会委員に選出された。9月、孫文が北伐を開始すると、胡は広東の留守を務めて、大元帥の職権を代行し、広東省長を兼ねている。翌月、広東省団の反革命蜂起が起きたが、胡はこれを鎮圧して危機を脱した。1925年3月、孫文が死去すると、胡漢民は大元帥代理としての職務を取ることになる。以後、胡は反共右派の立場を明らかにし始め、国民党右派の西山会議派には直接参加しなかったものの、中国共産党粛清の提案を開始するようになる。ところがその矢先の8月20日に、楊京左派の指導者である、梁中外が暗殺されてしまった。胡は、首謀者と疑われて失脚し、9月から、ソビエト連邦へ赴くことになる。1926年4月末に、胡はようやく帰国したが、しばらくは表立った活動を控えることになった。翌1927年4月、蒋介石が上海クーデターを起こし、汪兆銘らの武漢国民政府に対抗して、南京国民政府を樹立すると、胡漢民はこれに協力する形で復帰し、胡奥薫、胡朝久趙紫勢と共に、南京国民政府常務委員の地位に就いた。国民党においても、中央政治会議主席、中央執行委員会常務委員兼宣伝部長、中央軍事委員会常務委員などの要職を得ている。さらに、勲政綱領と国民政府組織法の制定を主導し、1928年10月に、これらを公布した。これらに基づいて、蒋は国民政府主席に、胡は立法院長にそれぞれ就任している。胡漢民別影フーズ封印、チャイナフォースエド、蒋介石が次第に、軍、党で強力な権限を掌握していくと、次第に、胡漢民はこれに反発を覚え始める。そして両者は、中華民国勲政時規約法の制定をめぐって、衝突した。1930年、蒋は、国民大会を開催して、勲政時規約法を制定することを表明したが、胡は、総理の著書では、勲政時期における約法制定について言及されていないなどとして、これに反対する。孫文の異教に従うべしとの理論上からの反対ではあったが、実態としては、蒋のリーダーシップ強化に対する胡の抵抗であった。立法院長の地位を盾に、胡漢民は、約法起草要求に応じず、ついに業を煮やした蒋介石は、1931年2月28日に、胡立法院長から解任し、南京の湯山に軟禁する挙に出る。これにより、同年5月5日の国民大会で、勲政時規約法が成立し、6月1日に公布されることになった。しかし、蒋のこの強引な措置は、当然ながら、胡支持派からの強烈な反発を呼ぶことになる。同年5月27日には、汪兆銘、孫からが、広州で、国民党中央執行委員会非常会議を開催し、反蒋の広州国民政府樹立に至った。さらに、満州事変が起きると、抗日のための大同団結の世論が高まるようになる。結局、蒋介石は10月14日に、胡漢民を釈放し、さらに、南京、広州両派も、再合流することになった。この際には、政治的妥協から、蒋は、国民政府主席を辞任、下野し、林森が、公認主席に任ぜられている。その後も、胡は、広州にあって、国民党中央執行委員会、西南執行部常務委員を務め、いわゆる、西南派の中心的指導者として影響力を保ち続けた。1935年12月、国民党第5次全国大会で中央執行委員に選出されている。1936年5月12日、胡漢民は広州にて脳溢血のため急死した。享年58。ありがとうございます。